まあ、皆様朝も早うからお疲れ様です。もう今日もう決勝大会やっていいんじゃないかなみたいなレンズですね、これ。まあ C2 ぐらいは確実にあるメンツなんですけど、はい、あ、ほんまや確かに 2.5 ぐらい。あ、まあ、でも実際メンツやばいっすよ。1,2 キップ持ち相当もたくさんいますからね。そんな中で今日の勝ち取り前半戦は切符持ち対切符持ち、関西からやってきたフェイトさんの回、静岡からやってきたウミンさんの代わり。まずはローリスクに相手の出方を伺っていく。ここから1時間の長丁場になるんでね、気長に相手の癖を読み取る感じでやってもらいたいところ。かぶせ返しはうまかったが、ここはカードでしのぎ切ったと。これ着地にガンダッシュ、あ、ダッシュで間合いを詰めての壊しの当て方がフェイトさんはうまいので見どころだと思います。これ垂直ジャンプリー前提にも対応していた。あとレフリーはビジョンで行って帰ってきて拒否、選択肢が多いのでなかなか借りづらい。あれ、これフォアさんが使ったところにバックジャンプ様子見からの手出し、差し込みからワンコンボ、ここはジャックデッドリーでフィニッシュして様子見、2位持続当てから壊し、おっとこれは漏れてしまった。おそらくドリルか何かやりたかった。しかし体力リード、あー、ピオリの危険性はあったが後ろに下がっていって時間を使ってピオリの危険を回避していく。がしかしここで EX 上りのコンボはミスるが、補正切りのような形でジャンシーをガードさせて当て投げ。さあこの展開の速さなかなかついてこれない。さあ1ラウンド目、開幕の最初のラウンドを制したのフェイトさんだったが、しかし長い試合なんでまだまだ分かんない。やっぱり1時間の激闘のね席に過ぎないで、ここで気まずい読み合いから手出しをぶっ込んで美味しいところだったが、しかし間合い調節というかどっかで最速威力が切れていたのか。さあここで裏投げで補正を切って螺旋からフレーム消費、おっとここで入力ミス。さあ落ち着いてコンボを入れるようになりたいところ。ここで今度は霞投げの派生が出ないが、しかし空対空ジャンシー刺した後の空中ヒットはしっかり確認して、あ、台車通ります。台車気をつけて、この時間は結構通ります。さあ台車が通っている間にかがりラウンド取って最初ラウンド、さあゲージは2本弱ずつぐらい。ここで入れっぱがりのところを格がしたが、今度は逆にたくれ返してここはワンコンボ。さあダメージは安いがこの体力リードは結構大きい。かがり側どこまで攻めに行かないといけないが、ここで地上で動いたところに手出しがかかっていい球刻んで、おっとこれリレーをしすぎてしまう。なかなかこういうね、みんなに見られてるってなるとね、ああいうリレーのタイミング食っちゃうんですよね。日頃の行い通りに動けるか。いいエクセルフフォローもバッチリ、なかなか自分の番が回ってこないが、しかしこの組み合わせかかり側も1回しかないとワンチャンで結構減らせる。ここで手出し1秒に入って、がしかし判断ミスが、これ角側を読んでテープ出しから FC の解放、上りジャンピーから打てこれは最後失敗。面白い構成だったが、だがしかしここで意表をついた裏当てジャンシー。さあ開幕戦はラウンド先制こそされたもののウミンチュカ上がりがエクシード本を決めて完走はできなかったなれど、リード奪い返して勝利。カガリがワンチャン狙わないといけない組み合わせってレアス。さあ使用キャラはもちろん回、確かに現地勢のコメントであったりするからな。任務を確認しよう。さあこの勝ちの流れを持ってたいウミンチュー、でも負けの流れは引きずりたくないフェイト。さて 8B からの強なぎの補正切りちゃんと駆使していく。あんまりガード突き当てていかないんで、で戻りからちゃんと今回も投げてトリックダブルエリアル。さあピオリ寸前
フレーム商品の切れ目、様子見で勝利を読んでいたが、ウミンチはしっかり我慢。これは相打ち、昇竜拳だった。しっかりダッシュから拾って、これはディレイをしてきた。うわ、しっかりモーションが見えたが、この電磁の程度に EX が置いてやって、ダブルエリアルで取り締めから落ち締めは後ろに下がって 2D カットね、ローリスに行く。さあ動いたとこに手出し、1ラウンド目フェイトさんの様子見がうまく光った感じになった。動いたら狩るよっていうプレッシャーも出つつ、ここの場面での手出しぶっ込み、意識の散らし方が良かったですね。裏ジャンディはしっかり見てる。さあパックゲーマーウミンチュー、画面はよく見てる。これタクガと投げが噛み合った。さあこれ端っこのおっぱいコンボトリプルエリアルできてる。 EX からフレーム消費、様子見勝利読みだった。しかしここも我慢、我慢からとりあえずまずアンコンボで端に追いやって、一瞬向いていくよ。ここで大きい手出し、今日おっぱいから CDACDBCD デッドリー、ダブルエリアルードも妥協しない。裏回りは入れ込みのジャッジが前転勝ってピオリ危険。ここで追いにあった A カムに入って、2戦目はフェイトさんがストレートで勝利。さあいい流れですね、ゴブゴブです。ぜひとも勝ちの流れを作りたいところ。あ、また一人切符持ちが。あ、あったね。あ、あったね。多い主催。本当だよ。多いインテルって。いやまあわかるけどさ。草深ひ。3戦目シェイキラー、ステージはジャギステージ。だがしかしこのキャラジャギと違って強いぞ。これ上りジャンビのジャッキに小足をファジーで入れていたが、しかしターン継続は A 原人だけを引いて、しかし触るのは回これ動きさし EX のだが3段目当たんないがフォローバッチリできてる。甘いぞ、ミスった時のフォロー待ち。ここで距離攻撃がダブルトマホークいったが、距離攻撃失敗していた模様。なかなかアドリブでは難しいですかね。あれこれナギで裏取って垂直ジャンプ CD 置き、これはうまい。相打ち、さあ勝利権置いていた。ここは拾って、ここはジャンディーから裏回りで補正切りのルート、着地を借りに行ったバフェリーがしっかり埋めていった。ピオリゲージが溜まってたので、あそこで絡めてたらピオってましたね。これ ESF ガードからタクガで反撃取って、これはピオリ画面端、手出し D から BC ゲンジ、3 BC ゲンジゲージを稼ぎつつ、たわいもなし 3ゲージ残した状態で先制してた幸先のウミンチ。ここからタイガーとしてはエクシード本にビビりながら立ち回らないといけない。なかなか精神的に苦しいものがありますが、しかしここは拒否。小足から垂直ジャンプ、様子見から何もしないのを見て垂直ジャンプで攻め込み、しかし2の裏から小足出してワンコームとディレイでコード消滅。このように垂直ジャンプで逃がさない。下段は我慢して、ここでダッシュから打ち、ここは両方後ろに下がって様子を見ていくローリスクになっちゃう。ジリジリなぎからジャンプで何かしたところ潰しに行ったら、だがしかしここでジャンシー刺さっておっぱいボーン CD、 おとりディレイが多すぎた。ここから、はい、油断せずにこのラウンドは断ち切りたいところ。 EX 削りに行ったがちゃんと当たらなかったので、まだワンチャンあるかがり。ここからでも全然はぁワンチャンなかった。まあ、バーニングゲージで削り殺しで確実にラウンド目を取っていたフェイトファイ。だがしかしこのゲージさ、ハガリのシードコンもね、難易度こそそこそこ高いんですけど、当たると周りばかりならない減りをするので、体力の低い会社は笑ってらんない。ここで、近距離もつれたところにイグラチャッキに小足が刺さって、C 様、A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 、C、D、B、C、D、EX、ただ、お切れ目、さあ、今度は勝利しない。と読んで、小足を重ねて、補正を切る形になって、ピオリ、C、D、C、ドリル、トマホーク、E、B、C、ドリル、トマホーク、メガビーム。
キャンと顔キャンでケータンまでバッチリ。さあ2ラ最終ラウンドも取って、先にリードを取ったのがフェイト。2-1、なんかいい勝負ですね。一進一退、なんか一方的にならなくて、まあ、どっちも立ち回り勝負するキャラなのでこうなりがちなんですけど、横で女性さんがかっこよくアローしてもね。なかなか面白いですよね、これ。関西対静岡ってなかなか見れない構図なので、レアな対戦ですよ。フェイズ1、シェイキラー。静岡と名古屋勢で、なんかこの間に線があって、そこから右と左で交流が。静岡は日本のベルリンの壁やから、これ9ダイクから9投げ入れて、かしたら引っかかるダイクのゲームが垂直ジャンプシーズンに向けて前転するなよと、前転にプレッシャーをかけながら実際を伺いたい。えあとはしかしんか、しかしドリルからの攻撃に入らないが、起きれたところにもう一回迷わず手出し、まあ、反応をできずにダブルエリアルできてる。寄らせて C2C6A トマホーク C6A トマホークメガビーム。さっきと全く同じコンボで1ラウンド目ゲージが吐き切ってしまったが、しかしワーストラウンドなので吐き切っても全然問題なしと。さあ調子がいいフェイト、そろそろガチで勝ちを上げたいフェイトですが、だがしかしこれはウミンチさんも同じなはず。で球の光ったところに手出し、様子見からしっかりガードさせて当て投げ、だがしかしここは詰め込んでこもりつつ、近所に持てるところに何かウホーだところに手出しが入って、ダブルエリアルから E2 NC 空振りからの様子見、これは勝利我慢。なかなかフェイトさんの勝利読みが当たらない感じですが、そういうわけは皆さんだけフェイトさんが楽しみにしてるんですね。ああいう落ちるだけ動けでさっと動けるようになりたいと、女性が乗ってるので、もう全然減らない。あ、しかし、これ、取り倒状態、カバー範囲が広い、なかなか抜けれないですね。さあ、動いたところにちょっと前めに手出し、さーて、散々、ボキジャンシーを見せながら、いきなり差しに来たら、まあ、次が取れてると当たっちゃうっすね。さて、幸先のいいフェイトが、さらに1本取って、ただいま3-1、5戦目。2人とも端から苦手な動きがなんかいいっすね。前転1個分ぐらいの距離で垂直ジャンプするとすごい逃げづらいですね。フェイズ1、2人ともどっちのキャラもジャンプ仕掛けの相手に引っ掛ける技が強いので、かがりならジャンプ空中ダッシュジャンプ B 二段技で結構上まで判定があるので、飛び先に引っ掛けやすいので、下位だったらジャンプ C ダメに弱いので、ガードしちゃうと利用されてしまうのでなかなか逃げづらい。これ攻めるダッシュかけるが、ここはこかして、だがしかし判定が全然後ろ下がる。攻めるギャンディーからこのままもう一回手出しでやって、しかしコンボミス、成功していればピヨンテなだけにもったいないが、ここから高屈の螺旋シフト本、フレーム消費からヒンディー当てて、補正のっけた、なんか EX が見えたが、これはしっかり投げて、着地から上りジャンプへ、ミスらない。さあ、やり返して始めたウミンチュ。フェイズ2、シェイキラー。この悪い流れはそろそろ断ち切っていたい、ウミンチュ下がり。さあいい流れ、動いたところにおそらくジャンプ A だったか、ここでコースギリコンボミスがうまい具合に地上フライになった、おいしい形。さあピヨリの危険だったがドリップ以上の鍵、おっと手裏剣飛び越しですの A カマだが、ピンチを察知して A 原陣、そしておそらく EX ケルズが逆になったトマホークから KO。 さて3人、さあ悪い流れを断ち切って
ね、煮立てしていってペースを取り戻していく民衆。3対2、いい勝負ですね、これ。ええぞ。あ、現地、もうキック何枚あるか分かんねえな、これ。このメンツ、紅白戦やりたい。めっちゃ楽しそう。もったいない。そう、トーナメントの1回戦で当たりたくない人がいっぱいいすぎてやばい。任務お覚悟よろしいか。対戦する前にトイレ行って、あの火を落ち着けたくなる人が多すぎてやばい。飛び越してジャンディー、カイちゃん相手に裏取っても油断しちゃダメです。ジャンディーが後ろに当たるんで、あそこの形を生かしていっかりしてカイダイフェイド、ダブルエリア風とミスらない。レッティから裏取って足から逃がさない。出し出し付き合わないで、ここはなんか EX 見れたかなんかちゃんと投げ抜けまでしてる。あーなるほど、いい。あ、これ相打ちからピヨってしまった。おいしくない。がデッドリー出ないマン。これで拾ったチャンスを生かしたミンチュだが、おっメガビーム足払いカウンターヒットから拾って裏大きい攻めがトリックビルを大拾で手裏剣打ったところに確認からジャンシーを差し返しして、1ラウンド目少し危ないところもあったが取ったのはフェイト。ショータイム、差し返しにもいいですね。差し返しとダッシュからの小足の差し込みで、ダッシュ 2B の裏回りがすごい上手いですね。中さんがこちらに置いて、ここは流星客でダメージを欲しく、ナビで端から逃がさない。大きいジャンシーだったらこれダッシュ小足姿勢がいいかったので、カイかがりのジャンプは使ってしまった。これフレーム消費から壊し重ねて、しっかりガードで耐えた後に上りジャンビーから流星客、ああいう姿で追い返して無限体力ヒーターがここで鎌で姿勢を取り上げていく。 EX 危ないし、フェイクトさんドリルからのコマミスがちょっと目立つが、ここで思わぬ昇竜が出てないと、ウミンチュが悲痛な叫びを入力して、でも多分フェイトさんもそれは出てなかったと思う。お互い出てないから中野 TRF のレバーは硬いです。波動拳が出なくて負けた人が何人いるだろうか。ここで 4-2 フェイトさんが突き放しにかかっていく。ただいま経過時間15分から20分ぐらい、まだまだいけますね。まだ4分の1ぐらい。さてさて、まだまだ読み合いは熟成していきますね。で、フェイズ3、フェイズ1シェイキラー出るのか。で、スピード下がっていく。ハイジャンプ C ぶっ飛びからの壊し。フェイズ裏取って、フォアビーム限で締める。今から EX で危なかったらジャンプでファーした。ここ再び無限で、A だからおそらくフレーム消費の動き。それみたいな。大きい L に付き合わない。無理に触りに行くね。引っかかってカウンターして大胆に。がしかし、これダッシュ 2B が出なかった。あの難しいやつ、容姿質問くるやつ。トリキービジョンで、もう危険な前は回避していく。ここら辺の判断はさすが使い込み。裏取って、これ見えない。助かったが PC が届いて動いたところに、そっからフォローはバッチリ最後まで走り切って急投げでぴったり KO。 勝者なり。1ラウンド目取ったウミンチがゲージも同じぐらいのことでさ、裏回り呼んでいたか、垂直ジャンプに置いている。垂直ジャンプに限定で出せるジャンディ、ハイのジャンディーもそうですが、後ろにも判定があるので前も後ろもないので前転で避けようとすると食らいます。イエスでも拒否してゲージを走っていく。それだけで走っとビジョンで拒否されてしまうが、ここで遠心抜きでハガリの遠心を止めたい。だがしかし遠心に対してはハガリも手裏剣と言われることがある。
ガスと9体育を足して、これは拾えた。金 D ね、一番高い拾いしたが、しかし上りじゃないか。8体コンボだったが少しやらないのが高い。これ反撃のおっぱいトークですから、ここは弱デッドリーで、だから落雷で着地を枯らせない。がしかしこれよく見ていた、弱落雷をバックジャンプで透かして手出しで弱気を買ってワンコンボ非常にまで持っていた。できる、ここはしっかりとフィニッシュ。よう見てましたね今の。まだ息が。さあ同じ罠には2回かかるかと、2回目でちゃんと対応していたフェイド、判断が早い。落ち着くの早いの羨ましいな。これノーボ入れっぱりに EC タイプして次ケント一緒に攻めてた。動いたところにあらかじめジャンシーが置いてあった。ここは7ヒット目の流星が来てる。しかしリバタ EF 出るんでターンを返してコンボ見つらないダブルエリアルで、さあ走りバタからだけど走ダウン。ブリンチョーから置き攻め、コパンアバレを弾いてこすっていたが、しかしバックジャンプ C が EF 出る、再び走ダウン。ここは EF 使わない。あと強いに気負ってしまうが、これタクガが噛み合って9ヒット以内に気負ってしまうので、これは KO してしまうでしょう。ダブトマからダブトマループで、さあフェイトさん2連勝。少し流れがフェイトさんに傾いてきた感じがするが、今ね25分、そうですね、次の試合終わったら大交代って感じ。まあ早く終わったらもう一回って感じですね。まあでもこの組み合わせなんで多分早く終わんない。海も海んちもフェイもマモーくぼう貴様を消去する。フェイズ1、ああ橋本はどうだろう。開幕にちょっと前に出ようとしたところに当たってしまった感じ。カウンターしてここは距離取っていく。これあのね、手出し入れ込むと後ろ当たってもあの感のずるいっすよね。岩山さあ小足を刻んで暴れ潰しとして入った。動いたところに 2D 打点が高い。全身にあらかじめ手紙だが、しかしバックジャンプに上りハイジャンプ B をすかさず置いて、これでアッシュから攻めていく。いいヘルズ、少し流れが傾いたと思ったらヘルズでそれをかき乱していくフェイドが、しかし空中戦引っ掛けからのジャンプ 2C から走り出しバンダッシュからおっぱいコンボ、これ死なないが EX で置き攻めルート。しかしここは様子見を読んでジャンプに逃げていく。がしかし飛び越したところに裏から逃げが刺さってメガビームで確実にフィニッシュ。今のメガビームの判断は少し使いすぎな感もありますが、しかし確実に殺すという意味では間違いないこと。無理にカッコつけてデッドリードして死ななかったらダサいんでね、そこから負ける試合たくさん見てます。1ラウンド目は吐きすぎてもいいので倒しきるのが大事です。2ラウンド目バーってなかなかビジョンのせいで置き攻めが続かない、まあ、これはもうみんな強襲なんですが、これ当てだというべきか。逆技一発からのテイクダッシュ、確かにフレーム消費を見つけてしまった。美味しいところだったが、だがしかし以前、おっとこれ投げ暴れ、なんかこれがカイちゃんの投げリーチ。カイちゃんの投げリーチ長い。これトリプルエリアルはしかしディレイをかけすぎて、だがしかし大きい A 様がバックステップにちょうど勝ち合った。ドリルを重ねて、だがしかしゲンジー C ゲンジーで切り返したが、しかし空中ヒットには足引っ掛けてエリアル。そして大交代します。今29分ぐらい、じゃあこれ大交代。じゃあ一回ちゃっとパパパッとやっつけちゃってください。パパパッとやってやっつけてください。